はい、どうもこんにちは、アイバーです。本日はこちら京都市は九条に来ております。こちらでですね、ゾイドワイルド X0 のちょっと完結記念のね展示会が行われているということなんですけども、非常に静かな街並みの中にですね、はい、こちらで、されているみたいですけれども、展示会場がすごい趣のあるところで展示会場展示されているみたいです。はい、では、本日こちら行きたいと思います。すごい場所なんですけれども、猪狩さん、猪狩です。猪狩さん、はい、こちらはどういったまずイベントスペースになるんでしょうか。そうですね、こちらの九条湯というんですけれども、はい、実際2008年まで銭湯営業されてました。銭湯、はい、あ、もともと銭湯やったところを、はい、イベントスペースとして、はい、はあ、すごいですね。じゃあここで定期的にいろんなイベントが行われて、ね、はい、で今回はこう模型展示会ということで。そうなります。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと行ってみたいと思います。こんな感じになってます。今回も会場前に、取材をさせていただいております。ちょっとね、設営等々されておられますので、ちょっと気をつけながら作品の方ちょっと見ていきたいと思います。はい、今回は製品そのままの状態と、モデラーさんが手を加えられた状態2つをね、一緒に並べておられる展示方法みたいですね。はい、ビフォーアフターが分かりやすくてですね、非常に興味深いです。はい、というわけで今回主催をされてらっしゃるってことでいいんですかね。はい、はい、主催をされてらっしゃる小澤さんでございます。よろしくお願いします。はい、ホビージャパンのライターをされてはるんですよね。で、はい、で僕すいません、ちょっとゾイドワイルド、はい、ちょっとそこまで明るくないんで、はい、その辺も含めて説明していただけるとありがたいんですけれども、はいはいはい、このシリーズは、はい、まあ、テレビシリーズでやってたゾイドワイルドゼロの前日なんかなんか、はい、1年ぐらい前の話です。あ、はい、1年前の話。そうなんです、そうなんですよ。で、まあまあ、最初の依頼からして、はい、ワイルドライガーと、はい、このビーストライガーが合体したらどうなるか、はい、あ、スピード重視のワイルドライガーと、はい、マッシブルのこのビーストライガー合体したら、はい、がどうなるかっていうのをまず作ってくれっていう話からで、ほう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 、で、まあ、2、3時間、はい、もっとからガチャ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 組み合わせてやったのがこのアームドライガーなんですよね。はい、あ、一番面白いやつですね、それ。ガチャガチャと遊んで。で、これが真剣に遊ぶっていう。いや、いいですね。なんで、はい、ワイルドライガーのいいところとビーストライガーのいいところを取ってるんで、うんうんうん、このアームドライガーは多分いいところ取りしてるんで。そうなんで、まあ、この、なんていうんですか、ミリタリーテイストの話にしてほしい、はい、仕上げにしてほしいっていうのが最初のコンセプトで、はい、大人向けのゾイドをやりたいっていうのも。もともと、ゾイドワイルドゼロはちょっと大人向けに作られてましたもんね。はいはい、そうです、そうです、そうなんですよ。さらにちょっと大人向けに。そうです、そうです。で、まあ、1年前の話で、実はこうやったっていうのがあるんですけど、はい。まあ、ずーっとこう続いていくんですけど、1話、2話と、はい、これ時系列に沿ってずっと展示されてると。ああ、はい、なるほど。そうなんですよ。まあ、じゃあずっとこのホビージャパンを追っかけられた方は、うもう多分、ま、内容は分かってると思うんですけどね。わあ、いいですね。はい、はあ、はあ、はあ、あ、で、こっちが第2話になっていくわけですね。はい、先ほどちょっとね、はい、先行で映させていただいたのここ第2話になるんですね。そうなんです。ほんで、1話のキャノンブルが、はい、まあ、これキャノンブルって機体なんですけど、はい、あ、そうですね、こいつがやられて、はい、これを隠したやつがこれ出たんですね。ああ、はい、ね、このライガーだけコックピットがあるんですよ。あ、ね、獅子王くんが入ってるんですよね。はあ、そうなんですよ、ちょっと見えにくいですけどね。あ、でも、はい、ちょっと明るいとこ行ったら見えるんですけどね。この見えますかね。見えないですね。ちょっとここだけちゃんパイロットが入ってるんですよ。そっか、ワイルド世界からあの、はい、コックピットが見やすい場所にあるというか。そうなんですよ、そうなんですよ。なんかバイクみたいな乗り方するんですね。あ、そうです、ライダーっていう、あのパイロットというかライダーなんでね、みんな。あ、呼び名が。あ、そうなんですね。で、まあ、なんちゅうんですかね、全部は入れれなかったんですけど、コックピット、うん、これだけはちょっとコックピットの入れてほしいって依頼があったんで、なんでこれはより マッシブルな感じのライガーになってるんで。おー、そうなんです。で、これがあのキャタルガっていう、このブルーブラッド隊っていう特殊部隊なんですよね。はい、あの共和国の中からでもちょっと異質の部隊があって、あの、で、それがあのコンテナ、
コンテナの家みたいな住んでるって言うんですけど、うんうん、僕は勘違いしてほんまにコンテナ作っちゃってコンテナハウス、トレーナーハウスみたいなをイメージしてはったみたいですけど、向こうは、はいはい、リアルコンテナ使ってちょっとこれあれですよね、なんかあの監禁されてるとかそう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 、完全にあの僕の把握ミスで今やから言えますけどね。いやいやいや、でもまあ荒廃した世界観ですもんね、はい、確かゾイドワイルドゼロは。そうなんです、そうなんです。一応このブルーブラッドという名前もそうなんですけど、はい、いろんな名前は実はちょっと、はい、ユーディンが X ジャパンと記事を掛け合わせとって、なるほど、はい、はい、たまたまなんですけどね。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。僕はこれ X ジャパン意識してますかっていう話をしたら、はい、してないですけどそれでいきましょうってみたいな話なんです。へえ、はい、そう、でもその辺もちょっとあれですね、大人 の, あのゾイド好きに刺さるというか。そうです、そうです。でファーストゾイド世代ってもう結構大人ですもんね、はい、僕ぐらいですね。僕45歳なんですけど、ちょうど僕がサラマンダー一番最初に買ったんで、それからもうデスザウラー買って、その後ぐらいからちょっともう大人になってきて、うん、そうですね。いやいや、でも大人になってもこうなんていうんですか、ミリタリーテイストとかで、はいはい、こう汚したりすると、そうですね、やっぱね、リアルロボットなんか視点というか、で、あの結構そのディテールもキレキレなんで、うん、めっちゃいいんで、ディテールがゾイドって。いや、改造して塗るとすごいかっこいいんですよね。ですよね、うん、僕これちょっとずらーっと見させていただいてたんですけど、はいはいはい、これあのタカラトミーさんのゾイドですよね、はいはい、全部、はい、そうです。あの最近コトブキ屋さんからも出てはりますけど、はいはいはい、ここのもうキットは全てキットというか、まあおもちゃですよね、ジャンルとしては。そうです、もうおもちゃです。なんでやっぱ幼児が持つものなんでめっちゃ硬いんですよ。なんでエッチング層とかあるじゃないですか、はい、もう2本ぐらい潰しましたから、ね、ほんで筋トレみたいになってて。そっか、うん、そっかそっか、あのプラキットと違って無垢なんですよ、ね、無垢なんです。ほんでめっちゃ硬いんですよ、はいはいはい。で僕が変だし、最初作例が1年始まる64キロだって、はい、これを切って筋肉ついて69キロぐらいの、ほんまに筋トレなくなる。すげえ。あ、ここが一応あれですよね、あのその商品のままというか。あ、そうです、もう商品のまま。うわ、でも確かにこっから見てるだけでも肉厚すげえなって思いますもん、はい、パーツパーツの。ほんまに切れないんですよ。さすが宝富さんやなってぐらい。あ、そのお子さんが。そうです、多少乱暴に扱っても大丈夫なように。もう割れない。いやー、そっか、本来はこう切り刻んで遊ぶもんじゃないのに。そうなんですよ。でもそこにロマンを感じて。そうです、そうです。すっげー。え、これじゃああれですか、一応ギミックは生きてるんですか。はい、いや、もう死にます。あ、ギミックを殺してディテールとかに特化した感じで。はい、あ、もう特化してますね、もうそのギミックを殺して。あ、そうか、ゾイドワイルドゼロ自体のプラキットも少ないですもんね、はい、そうなんです、そうなんです。なんかこのそれこそシリーズがいっぱい幅広い、はい、おもちゃシリーズを切り刻んで、はい、あ、そうです、もう何してもいいって言われたんで筋肉つけて舞台 の, のマークを彼が作ってくれたんですよ、ね、はい、あ、はい、はい、ああ、私の仕事ですね。ちょっと分かりにくいですけどね、あのブルーブラッド隊の部隊があって、それが最初なかったんですよ、はい、で、なんか特殊部隊なんで、はい、なんかマークあった方がいいんじゃないっていう、ね、はい、彼が考えてくれて、あのボツもありますけどね。あ、ダメ出しを食らったり。いや、あれ、それは使わへんっていう。あ、そうそうそう、あの要は、カッター側の、うん、カッターの、はい、パーソナルマークというのと、はい、舞台のマークも作りましたって作ったけど、そっちはいらんって言ってカッターいうのはこの、なぜかその主人公のライバルという感じの存在なんですけど、そうなんです。でもカッターはここのあれなんで、そういう舞台マークも持たへんということで、あ、はい、だ彼らは特殊舞台なんで、一応ブルーブラッド隊と、はい、でアームドライガーだけアームドライガーのマークがあるんですよ。これがあるのよ。ほんで彼らは独立舞台なんで、修理をしながら乗ってるのがボロボロなんですよ。それこそ先ほど1話、はい、2話でこう仕様が変わったみたいに、はいはいはい、まあ、敵のパーツを、はい、まあ、利用してみたいな、現地回収みたいなことですね。そうなんです。で、ここの子はもうずっと戦ってきてるんで、縦狩りが1個ないんですよね、ここは。うわ、で、あー、燃えるね、燃えますね。燃えますか。で、これこの、はい、向こうに繋がっていくんですか。はい、ここからあれですか、女風呂から男風呂に入るんですかね、多分そのイベントスペース的には。で、これが4話ですね。はい、これがあの結構大変で、ほんまに。あ、へえ、はい、なかなかボリュームがあるでしょ。はい、これはしかもここはあれですね、ビフォーアフター。あ、一応ビフォー1個置いてはりますけど、もうほぼほぼです。4体が、はい、紙面を飾ったやつですかね。あ、そうです、はい、このそうです。
これカグラフォックスって言うんですけども、はいはい、カグラフォックス、はいはい、カグラフォックス、これはね伏見なにイメージして作った。ああいや僕もそれすっげえ思いました。これはあのキツネやなというか、じゃあこれを作るために僕一応伏見なに見に行ったんですけど、すげえ、な何の参考もならないああでこうずっと紙面を飾ったページも一緒に並べてらっしゃるんですもんね、はい、これがねあの紙面で書かなかったんですけど、これ、はい、ゲルググのアーマーなんですよ。でこれパラサーテムの腰なんですよ。うわあ、そういうところからも、多キット、多ジャンルのキットからも。もともと僕は AFB モデラーなんで、一応ティーガー戦車のあれを、リタイを上に。お、どれですか。ああ、はいはいはい。うわあ。防御みたいな感じで。うわあ。なんかあれですね、AFV のパーツとかつけると、はい、そうですね、これボールチェーンをつけて、あれをつけて、あのボールカーテンみたいな。うわあんま意味ないですけど。いやいやいや、こいつはだいぶマッドマックス感あるというか、このパンチ効いた。これ女性が乗ってるんですよ、あ3姉妹。へえ。ね、こいつ一体で戦うんですけどね。はいはい。これはもう御神体なんですよ、どっか、まあ、内容を読んでもらったら分かるんですけど。はい。でたまたまそのカッターが乗った時に動き出して戦うという設定なんですけど、はい、ご神体でめちゃくちゃ強いです。ああなるほど、もう強い設定にして、はい、でこっちの、はい、なんですかね、この汚しっぷりというか、はい、に対して、はい、こっちピッカピカですもんね。もう汚さないでください。汚さない、ああ、はい、無敵で、はい、そうです。はあ、いや全然その仕上げが違うから。僕ねこれね正直あのジャパンさんに聞いたんですよ、はい、この3体できた時に、はい、これすみませんめっちゃ強そうなんですけど、はい、勝てるんですか、はい、いや無敵です。あなるほど。すげえ。いやーこれちょっと異なる世界観のやつらが戦ってるようにちょっと見えたんですけど、 それぐらい神的な強さが、そうなんですよ。ちょうどその今おっしゃる通りで、はい、ここの話だけちょっと違うんですよ。こうなんかちょっとそういう異質な話にしたいっていうのが最初、うん、なんかそんなおっしゃってたんで、その脚本の人が、はい、ですよね。その今までの、はい、まあ言ったらちょっと世紀末感に比べて、はい、急にファンタジーというか、そうそう、中休みみたいな感じになってるんで、そうなんです。なんかその5話6話つなげるためのなんかその視点みたいな感じで、あ、はい、なんか長編ものでもたまにある、あ、そうです、そうです、なんかあんまり本質と変わらんでけえへんような、そうそうそうです。なんで彼らはここしか出てこないんで、うん、3兄弟の、うん、はい、じゃあちょっと、はい、遊べたっていうか、あ、そうです、そうです。こっちはだいぶね、そのパンチ効いたゲリラというか、そうです、もうほんまにゲリラ舞台ですよ、こっちは。こっちはそうですね、はい、そうです。でこっちはもう綺麗仕上げで、そうです。わあ、これがね元がこっちなんですね。あ、そうです、こいつが元です。こっちが元で、はい、これがこうなると。はあ、でここが、5話です。こっちが5話、ここがね、あ、こっちが5話なんですよ。あら少ないんで、はい、5話6話ぐらいをまとめてらっしゃるってことですか。5話6話が一緒になってるんで元々が、はい、でこのセイバーライガーって言うんですけど、これが、はい、でこれが大昔だ、セイバリウムか、はい、これはちょっと自分も見覚えがあるような懐かしさのやつですね、はい、これとこいつを合体させてくれみたいな、はい、はー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 、はい、合体しないですけどね、そうですよね。ちなみにこの、はいはい、トミー、まだトミー表記のやつって、はいはい、売ってるんですか。これメルカリです。なるほど、はい、だからトミー表記で再販もされてなく、あ、そうです、そうです、はあ、ようそんなオーダー出ましたね。売ってないやつ使ってくれみたいな。そう、まあ、でもみんな見に来はった人が分からへんかなって今日持ってきたんですよ、はいはい、何が意識してるんかなっていう、オマージュされてるんかなっていう、あ、そういうことですね。そうなんです、そうなんです、うん、だからこれ使ってたんだよみたいな、そうです、そうです、そうです、あれも込みで、はあ、でライジングライガーとこれが合体したらどうなるかっていうの、ライジングライガーとこれが合体したのがこのセイバーライガー、はい、そうなんです、そうなんです、これもまただいぶヒロイックな、そうなんです、ほんま5話ではこれピッカピカなんですよ、これもカグラと一緒ぐらい、はい、ただ6話になってガンジャガーってこいつを戦うんで、はい、汚れてるんですよ、もう。なるほど、5話のグラビアを取った後、はい、6話の追加工程でちょっと汚れていったと、そうです、へえー、あ、でもこれはピカピカもちょっと見てみたくなりますね。そうです、だいぶこれもそのヒロイックというか、はい、その主役機系ですか。もう主役機です。あ、あのね、アンドライガーが、はい、5話で
潰れるんですよ。はい。でそこの曲がたまの力を、ここに曲がたまついてるじゃないですか。あ、ついてます、ついてます。これの力を得てこのセーバーライが蘇るんですよ。うーん、そうなんですよ。あ、じゃあ本当に主役機、あのパワーアップイベント、そうですよ、ほんまよくあるパワーアップイベント最終回ぐらいに、あ、はい、一番熱いやつですね。そうですはいはい。ああ、それでこうなって、はい。でこれがこの EX レックスって言うんですけど、この3体が合体してこれになるんですけど、はい、メインが、まあ、オメガレックスを使ってるんですけど、これがメイン、メインです。30センチ角度変えてるんですよね、上がってるんですね。え、立ってるんですよ。これが製品のままで、はい、じゃあ30センチだな、30度、30度です、はい。で こっち、その改造によって、はいはい、あ、ちょっとだけこう、はい、体を起こしてる状態。そうです、そうです。あ、でもこっちの方がなんか迫力というか、より恐竜チックですよね。あ、そうです、そうです。で結構もうこの顔とか曲がってるんで、もちろん足30度垂れた、顔も30度垂れたなんですね。ああ、そうですよね、はい。なかなか結構改造大変でした。そっか、体を30度上げたら上向いちゃうから、うん、で顔は顔でグッとこう顎を引いて、はい、にらみきかさんた感じ。そうそう、うわ、このバランスがね、すげえ。そうですね、ちゃんとで自立も考えたりとか、最終回でこれかみたいな。うわしかもこれゾイドの中でも、はい、今までのシリーズの中でも割と大きい、はい、あ、もう特大ですよね。最大です、最大ですよね。最大最強の敵なんで、あ、はい、じゃあ気合い入れてやらないと。そうです、そうです。え、この後ろの3体、はい、まあ、一応この、はい、機体がベースで、はい、この辺のそれぞれのパーツを取り入れたの、はい、そうです、そうです。うわ、じゃあミキシング&ボディバランス変更みたいな感じで。そう、そうですね、もうまさにそれですね。うわすげえ、結構手間かかってますね。いやーすげえ。でこれ、ね、写真はもちろん目がこうくり抜いてあるんで、カッターいう人は赤眼なんですよね、目が片目ないんですよね。で彼が乗るとみんなこう赤眼になっちゃうんですよ、目が開いてるんですよ。あ、はあ、だからカッターの機械みんなこっちが開いてるんですよ。へえ、はい、ああ、うわ、熱い設定ですね。熱い設定ですね、赤眼になるんですね。そうなんですよ。おお、かっこいい。うわ、で6話で最後、はい、まあセイバーが、はい、元のアームドライが戻っちゃうんですよね、これが。はい、我が友の力を失って、はい、で1番のこのレオ君が乗ってる、はい、ライガーに会うっていう話なんですね。ほんで1番にま、アニメの第1話につながっていくんです、はい。おお、あ、はい、主人公交代劇みたいな、あ、まあ、そうですね、みたいなことですかね。はい、一応実は会ってるってみたいな師匠なので、形式は軽くあるみたいな、はい、燃える。僕はめっちゃ感動しましたけど、ね、これは燃えるやっぱなんか繋がってるって嬉しいじゃないですか。いや嬉しいっすね、あれ。そういう雑誌のあれがなんか嬉しいっす、うん、うわー、ちびっこにもホビージャパン呼んでほしいなこれちびっこたちよ、これやってほしいな。ちびっこたちね、でも文字ちっちゃいんじゃない、どう見てないの。いや、ずっと僕も気になってました、はい、もう与えられたページぎゅうぎゅうに入れてるやんみたいなこれ寝る前に読み聞かせ無理なんでね。これは読み聞かせ無理ですね顔以外ほぼ来るんじゃないですか、これ。そうなんです。はー、すげー、なるほど。全6話ぐらいのシリーズやったの。6話ですね、はい、はい。一応最初にいただいたのは6話で完結っていうのがはい。いやー、ちなみにこのシリーズは、はい、全て、はい、まあ、お一人、先ほど お二人で、はい、まあ彼はデザインだけど、今も全部、はい。まあ、でも逆に言うと世界観の統一がしっかりなされてるから、はい、あ、そうですね、で読み物とかその世界観としてはなんか整ってますよね、はいはい、あ、そうですね、一人のやっぱ人がやらんとやっぱなんかね、作画カードがいろいろするんでやっぱ、うん、というのは気にしてますけどね、やっぱ、うん、はい。だからこそお一人で急にこれやらはったのすげえなと思うんですよこれだけ別の人に発注してんちゃうかっていうぐらいいや面白いっす。ありがとうございます。え、あとちなみにここにあるのは何ですか。これね、これ僕の、はい、あ、これは趣味じゃないです。これね、はい、ホビージャパンの50周年の時の、はい、表紙飾ったライガーです。あー、これね、トトキ屋さんのやつですね。あ、はい、はい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 。今日はちょっとせっかくなので持ってきたんで、あ、はい、おまけ的なことですね。そっか、あ、こう見るとやっぱりあれなんですね、はい、その人間のサイズ見ると旧ゾイドの方がでかいんですね、ゾイドって。そうですね、72なんでね、サイズが。あ、はい、あ、他は大体3号ですね。3号、はい。で、じゃあここはじゃあ本編とは関係ない、まあ、全く、はい、
実はね、これは本編に出る予定だったんですよ。あ、出る前なかったんです。もったいない。うん、そうなんです。でも趣味で全然作っとったやつなんで、もしよかったら出してくださいぐらいの話だったんで。うわー、これもいいっすね。クリアパーツ使っ、そのなんか生かしてやってはる感じとかすげーかっこいいっすね。はい、昆虫型ゾイドっていいんでしたっけ。一応ね、これブルーブラッド台のマーク入ってるんですけど。あ、ほんまや。あ、じゃあその、はい、設定的な中二設定ですけどね、偵察してるみたいな感じで。それでほんま作ったんですよ。いやいいじゃないですか。でも自分ご自身でこう、はい、育てられた設定を、はい、プライベート作品でも生かして。そうです、これしか作ってないですけどね。いや、お忙しかったんじゃないですか、もうこんだけ発注を。ほんまにすごいです。そうですよ。とてつもない制作量。そうです、ほんまに。うわ、すいません、今日はありがとうございます。ありがとうございます。またまた、はい、よろしくお願いします。はい、機会があればやります。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。実はこの後ですね、小泉奈緒さんというプロの原型師の方が遊びに来られまして、まあ自分の作品も持って来られて、まあ皆さんで作品の見せ合いをされるご予定やったみたいなんですけれども、その作品を私も見せていただくことができました。で、この小泉さんの作品について、そしてこのイベントスペース九条湯さんの紹介を、この後、私のチャンネルの方で動画公開させていただきますので、もしよろしかったら、そちらにも遊びに来てください。それでは今回の動画、もしいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。大阪支部長、アイバーでした。